I'm Moraka and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Moraka wherever you get your podcasts. 毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のブラッシュアップをお送りしておりますさあ飯田さん今日はどんなニュースでしょうか、はい、今週もお国内外で大きなニュース、はい、ー関心のあるニュースがいろいろあるんですけど、ええ、私があの最も気になっている現在進行形のニュースはこれなんです、えええー、で毎日新聞の記事から紹介してもらいますはい、はい、ご紹介します長崎の手長猿謎の出産父はこの猿 うん、長崎県佐世保市の九十九島動植物園森キララで、うん、2021年2月に単独飼育していたメスの白手テ,テナガザルが出産したことについて園は隣接するおのアジルテナガザルが父親であることが判明したと発表しました、うん、波紋を広げた謎の出産は2年がかりで解明されたということなんですね、うん で園は年2022年の秋、出産した白手テ長ナガザルのモモ12歳と、子ザル、父親の可能性のある、えー、オスザル4頭のそれぞれの体毛と代弁を採取して、鑑定を依頼したんですね、うん、DNA 型鑑定の結果、うん、父親はアジルテ,テナガザルの伊藤三34歳であることが判明しました。<laughs> 桃と伊藤は午前と午後で交互に展示場に出るため直接接する機会はありませんしかし展示場とバックヤードの仕切りが直径およそ9ミリの穴が並んでいるパンチングボードだったということでこの穴越しに交尾した可能性が考えられる。 断定はでできなない<う>といととうことなんですねでもう謎の出産の2年前から、僕、ずっと気になったんですよ 2>, <laughs> 2年前から追いかけてたんですか、はい、このニュースは。やっとこう、すっきりしたっていうかですね、なんでだろうって思いますよね、はい、まずこの9ミリの、穴が9ミリしかないパンチングボードこれ越しに、まあ、交尾したかもしれないって話で,す、ねはい、でこれ、本当ね、本当ミステリーだったんですよ、やっぱりね。えー でそこからちょっと考えてみました。はい、あのー、まあ動物特に人間に飼われてる動物でですね。ええ、で今回の場合もそうなんですけど、まあその人間が求めない妊娠ってたまにあるんですよ。そのケースをちょっと今日紹介したいと思いまして、はいえー、お二人はあの北海道帯広の万英競馬ってご存知ですか。 映像で見たことがあります大きなのサラブレッドじゃないんですよで馬がの重りを乗せた鉄のそりを引っ張っていくんですよで途中こうちっちゃな小山があって上り下りしたりとかしてその鉄取りに乗った騎手の方がこうちょっとこう馬を促してこうまあ1位2位を競うってことなんですよねでこの話なんですよ で2000年8月、今から1年2年半ぐらい前ですかね、2020年,の2020年の8月でした、うん、である雌馬、3歳、3歳というと、人間でいうと10代後半ぐらいです、その馬がある朝、救、えー、務員があの馬房に行ったところ、うん、この雌馬の馬房の中に、見覚えのない生まれたばかりの子馬がいたってんです <laughs> でで、世話をする人はこう考えたらしいです。 子犬にしては大きいなと、<い>なんだこれはと思ったらしいですよ、ね。<laughs> はい、で、これこそ、あの、このメス馬が産んだ子供だったんですよ。<ー>で、えっ、ー、と、うん、メス馬は当時デビューしたばかりで。え一、ー、回だけレースに出たことあるんですよね。うん、で、だけど、やっぱり、あの、サラブレットと違って、体重がもう千キロぐらいあるな。大体。1> 1近いわけですええ、あるわけだから、その。 まあ外見だけ見ると、分かんなかったっていうのは、そんなお腹が大きくなったり。しなそうです。はい。その一回だけのレース、出たレースっていうのは、その出産の直前だったわけですけど。だけど、いわゆるもう、まあ、臨月ですよね。はあ。わかんなかったって言うんですよ。はい。で、ご存知のように、競走馬の後輩っていうのは、あの人間が決めるんですよね。まあ、つまり、その血統なんか考えて。 で後輩はきちんと記録し、まあ登録されるわけですよ。うん、だけどこのメス馬は、うん、いわゆるまあ、えー、こういう誰も知らないままにまあ交尾して、えー、出産したということで、えー、登録できないということで。<ー>でこのお母さんも子供ももうまあこれからはレースに出れないって話なんですよね。じゃあ引退。引退ですね。は,<ー>はい。 恐、まああのー、らく、その厩舎に来る前に前の年の秋にまあ生まれた、あのー、自分の牧場にいたときに人間が管理しないところで。 降雪しちゃった交尾しちゃったところなんですよ <laughs> なるほどだからね今回のこの長崎の話もそうですけど<ー>やっぱり動物ってやっぱり人間とのまた違うところでまあまあ本能ですよね<ー>死を残そうとするねそういうハプニングって起きるんですよねはい。ですね はあ、ですから、あの長崎のテナガザルの話に戻りますけど、ええ、このテナガザル、国際自然保護連盟連合の、まあ、レッドリスト、まあ、絶滅危惧種に入ってるんですよね、そういう中で、ちょっとこの週、同じ、えー、霊長目、テナガザル科、テナガザル属なんですけど。ええ こういうふうにちょっとこう、混ざ、混ざっちゃうと、うん、まあなかなかちょっと難しいし。うん、まあ、そのままその、決闘が続けられるってことじゃないと思うんですけど。うん、生まれた子供には、責任ないですからね。罪もないですよね。あの、この長崎の森キラダで、甲斐がっていってほしいなと思って。あ、うん、本当、そうですね。ねうん、そうですよねあね 僕はあの難しい話ばっかりしてるかもしれませんけど、ええ、こういう話が大好きですんで。今日ちょっともう、<laughs> さっきのリスナー投票四択ですのテーマも含めて、ちょっと引き出しの多さ、<laughs> 豊かさに、ちょっとね。<laughs> <laughs> 驚いております、はい、今後もいろんな多岐にわたる話題に切り込んでいただきたいと思います、はいはい、じゃあそんな中8時40分台のキャッチアップは、はい、次は難しい話で、えーえー、ウクライナの港町ここが世界遺産に登録されました、はい、でこれ申請から登録まであっという間だったんですけど、うん、世界の中ではやっぱり申請すらできない,い,い場所があるんです<ー>その話です RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチ今夜もあなたにリンクリックを」をポッドキャストでもお楽しみいただけますアップル t i f y Amazon m ミュージック o g l e ポッドキャストなどで「今夜もあなたにリンクリック」と検索してフォローをお願いします「ポッドキャスト」も「リンクリック」